こんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。ついに、やってきましたね。めちゃくちゃ待たされましたね。幅級 CPU の第三世代。そういえば、これまで正式な名前はあまり出さず、第三世代と呼んでいましたね。そうでしたね。まあ過去の第1、第2世代である CRADJ1 と CRADJ2 というナンバリングを見ればわかっちゃいますけどね。それでは早速、その CPU を見てみましょう。CRADJ3。 おう、あれ、やっぱり幅級 CPU って CRADJ1 から CRADJ2 の時もそうだったが、パッと見じゃ、変化がわからないな。まあ、そうね。それじゃあ、スペック紹介の前に、早速実演から行きたいと思います。多分だけど、実際に動いてるのを先に見てもらった方が、赤いし CPU って感じがすると思って、順番を変えてみたそうです。そうだったんだな。ってなわけで、昔ショートにて公開したフィボナッチ数列を求めてるところです。映像は1倍速です。そのショート動画も、随分昔の動画になってしまったな。まあ、第3世代幅級 CPU 開発の動画よりも前に公開されていたもんね。あ、ちなみに、フィボナッチ数列ってのは、前の数字2つを足した数が次の数になってるやつです。で、1ときたらその次は1で、次は1、1になるので2になって、1、2の次は3、2、3の次は5、点点点って感じです。映像の方では、すでに1、1、2、3、5、8まで求められたみたいだな。あ、13も今求められたみたいだ。あ、21も。順調って感じね。そういえば、この映像はショートでしか公開していなかったから、こうして大画面で見てもらうのはこれが初めてだな。確かにそうね。やっぱり、小さい画面で見るのと大画面とだと、印象も変わるのかしらね。あ、ちなみに、この CPU は 8bit CPU なので、233まで求めたいと思います。そういえば水木氏の CPU は、一番最初の CPU から、この CRADJ3 に至るまで、8bit CPU しか作ったことがないそうだ。その理由は、2から8bit では、作りやすさはほぼ同じで、9bit から急に面倒になるので、8bit が一番都合がいいからだそうです。そうだったんですね。あ、そんな話をしていたら計算が終わったみたいです。それでは、次はプラス1をずっと繰り返すやつです。1倍速です。そういえば、今更だが、背景と BGM が変わってるな。今更？まあ、CRADJ3 のリプレイモッドの動画から 4K にしてみたので、それに合わせて背景も 4K にするために撮り直したそうです。ちなみにこれまでの背景は、NXRADJ5 が開発されていた現場でしたが、今回は CRADJ 系統の CPU が開発されていた現場になっていますね。一つだけ CPU が動いてたのが、なんかこだわりを感じてたぜ。赤矢印のところが、ずっとインクリメントされてたわね。でも、まだ調整段階だったみたいで、最上位の 8bit 目だけずっとオンだったな。そういえば、この操作盤のところに J5 って刻まれていたのに気づいた方はいたのかな。気づいていた方は、コメントか何かで教えてもらえると嬉しいわ。そういえば、新しい方の背景のここがなんか変になっていたが、それは描画とかの関係で変になっちゃってるだけで、実際には正常にインクリが行われているらしいぜ。あ、言い忘れていましたが、このプラス1のプログラムは、インクリ命令矢印ジャンプ命令矢印インクリ命令。って感じではなく、インクリ命令矢印インクリ命令矢印インクリ命令。って感じになっています。なので、この CPU の最高クロックで常に動かし続けることができます。ちなみにこの CPU は発熱とかしないので、熱でクロックが落ちることはないです。まあ、赤いし CPU は全部そうだと思うぜ。それじゃあ、プラス1はこれぐらいにして、ずっと跳ね返る何かです。20倍速です。今更だが、片方だけ影モッドだと、違和感あるな。それについては、CRADJ3 の動画は基本的に影モッドという方向性があって、でも CRADJ2 の方の動作映像をまた撮り直すのは面倒だからっていう感じで、こうなってしまったみたいです。そういうことだったんだな。映像の方では、少しずつ差が出てきたみたいだな。もしかして、CRADJ3 は CRADJ2 と比べて、実動作での速度は少し落ちてるのか？詳細スペックは後で解説するけど、性能は同じはずよ。まあ、そうは言っても大差がつくほどではなさそうだし、ラグかもな。そうね、逆にそうじゃなかったらいろいろ困るものね、そういうことにしときましょ。
実演は終わりです。問題なく動作しているのが確認できたな。速度が若干落ちているようにも見えたが、クロック周波数がどうなっているのか気になるな。やっぱり気になるわよね。ってなわけで、スペック紹介。まず、CRADJ2 と CRADJ3、どちらも 8bitCPU です。これはさっきも言っていたが、8bit が一番都合がいいからって言っていたな。そうね、だから水木氏の CPU は最初の CPU からこの CRADJ3 に至るまで、すべて 8bitCPU として作られているわ。そして、ALU の演算自体は同じで加減算、インクリメント、デクリメントができ、さらに加算の機能を応用して左シフト、デクリメントの機能を応用してノットが行えます。ちなみに、ALU で実行可能な演算は同じですが、旧型の4レッドストーンチップ CCA ベースの ALU から、新型の3レッドストーンチップ CCA ベースの ALU に換装されたことで、小型化と高速化が実現されています。第1世代から第2世代になった時は、ALU は同じのを流用していて、目新しさがなかったから、これはいい進化だと思うぜ。それじゃあ、次はレジスタね。レジスタ容量は両方とも7バイトで、特に変更は加えられていないわ。まあ、レジスタは初代の時点で、十分に出来上がっていたからな。ただ、レジスタそのものは変わっていないものの、命令デコーダーが変更されていて、一つのユニットとして見ると小型化されています。次に、IO ポートは、ポート数に変更は加えられていませんが、ポートを見直したことにより小型化が実現されています。この辺も、第2世代では全く変更が加えられていなかったから、この第3世代がいかに本気かがわかるな。ところで、テロップのアドレス割り当てが、って、どういう意味だ？ああ、それについても解説します。これは、CRADJ3 を上から見た画像です。水木氏の幅級 CPU は、すべてレジスタのアドレスの一部が IO ポートに割り当てられていました。CRADJ2 のアドレス割り当ては、こんな感じになっています。1から7番地は、レジスタに割り当てられていて、アウトプットポートには6、7番地、インプットポートには0番地が割り当てられています。あれ？なんだか、思っていたのと違って変な割り当てだな。0から6番地がレジスタに割り当てられて、7番地が IO ポートって感じかと思っていたぜ。まあ、普通はそう思うわよね。実は、水木氏は基本的に0番地をレジスタに使うことはなかったらしいです。0番地は0レジスタみたいな感じの扱いとして、何も指定しない感じにしていたようですが、インプットポートの方に残っていた0番地が割り当てられたようです。アウトプットポートは、6、7番地が割り当てられ、レジスタの6番地に保存した情報はアウトプットポートにも保存されるような感じにしたそうです。まあ、そんな経緯でこんな変な割り当てになっていました。それが、CRADJ3 では、こうなりました。レジスタとインプットポートの方が変わっていますね。レジスタは0番地も利用されるようになったため、インプットポートが0番地から7番地になっています。あと気になるのは、7番地はレジスタには割り当てず、アウトプットポートにのみ割り当てるようにしたんだな。そうね、7番地は完全に IO ポートに割り当てられているわね。なんでこんな割り当てにしたんだ？水木氏によると、ある使い方をする想定をしてこの割り当てにしたそうです。それは、メモリの外付けです。メモリなどを外部につなげる場合は、6番地をアドレスバス、7番地をデータバスとして扱う想定だそうです。はい、それで0番地をインプットポートからレジスタに変更したのか。そうね、メモリを想定した使い方では、実質レジスタは6バイトで0から5番地までみたいな扱いになるってことになるわね。ただ、所詮はサイズ重視 CPU だろ？メモリを外付けする想定なんてしなくてよかったと思うんだが。それには、いくつか理由があるらしいんだけど、そのうちの一つが、NXRADJ シリーズの CPU とつなげてマルチ CPU みたいな感じで動かす場合です。その場合、当然どんな形で CPU 同士を接続するかという問題が発生しますが、そのうちの一つの方法として、メモリだけ共有するというのが頭に浮かんだみたいです。まあ、実際にそれが実現されるかもわかりませんし、理由はこれだけではないですが、こんな感じの考えもあったそうです。そうだったんだな。さて、それでは次はロムです。ロムは、容量こそ変わっていませんが、デコーダーが小型化されたことによって、こちらもレジスタ同様一つのユニットとして見れば進化しています。実際に命令を保存する部分は変更されていないみたいだが、こちらもレジスタ同様すでに完成していたからな。まだ未熟だったデコーダーの部分のみ、手が加えられたみたいね。それでは、クロック周波数です。クロック周波数は、0.625Hz、0.20833Hz の2段階変動式で、全世代と全く同じになっています。
え？でも、さっきのずっと跳ね返る何かでは、明らかに遅くなっていなかったか？だから、それはラグです。ラグですす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 。回路的には全く同じ周波数です。断言します。おう。あれ？でも、そういえば CREDJ3 は、小型化のために配線の遅延が増えていたはずだが、どうして全世代の CREDJ2 と全く同じ周波数なんだ？速度が同じとは一体どういうことなんだ？まさかバグ技でも。落ち着いて。水木氏によると、CREDJ2 は今振り返ってみるとだいぶひどい制御回路だったようで、無駄なロスの時間がだいぶ長かったそうなの。だけど、CREDJ3 ではその無駄な時間が激減したため、多少配線の遅延が増えても問題なかったみたい。そういえば、CREDJ3 の開発動画では、新機能追加が目的のエクストラもあったが、それの恩恵もあるのか？あ、それについてなんだけどね、水木氏、失敗したそうなの。え？失敗って、どういうことなんだ？そのままの意味で、本当は高速化技術をさらに追加することが目的だったのだけど、スペース的な問題で、それに失敗して、結果的には速度は変わらず、といった結果になったらしいわ。マジか。ってことはあの動画は完全に無駄だったのか？いえ、完全に無駄、ってことはなくて、実はデイ9の時点では、制御回路がまだ未熟でプログラムを書くのがだいぶ面倒になっていたの。具体的には、CREDJ2 の開発動画でプラス1するだけの回路が作られているシーンがあったけど、実は CREDJ3 はスペース的な問題であの回路を廃棄することができなかったの。そこで水木氏が取った方法は、プログラム側で何とかするというもので、プログラムの方からあらかじめ1を足して保存しておけば、何とかなるっていうものだったの。なんだそのゴリ押し感が否めない方法は。だけど、エクストラを経て、制御回路のクオリティが向上したことで、その問題をハード側で解決させることができ、プログラムを書きやすくなったわ。なんだ、完全に無駄ってわけではなかったんだな。それは良かったぜ。さて、話が少し脱線してしまいましたが、最後に回路サイズです。回路サイズは、横幅9の、奥行き27の、高さ32となっているわ。おお、ついに高さだけでなく奥行きも小型化したのか、ALU などにも手を加えた結果か？それのおかげだわ。こりゃあ、すげえことになってるなぁ。性能もほぼ同じでありながら、ここまで小型化できたっていうのは、本当にすごいと思うぜ。ただ、水木氏も喜んではいたけど、どうやらこれでも満足しないみたいよ。え？ Java Edition で作る最後の小型 CPU って言ってなかったか？そう、Java Edition では確かに最後よ。それはまさか。そう、べ。やっぱなんでもないわ。おい。まあ、詳細スペックは以上です。それじゃあ、実演は最初にしたから、各回路の配置でも見てみましょい。背景は、すっかり夜になっちゃっていたな。まあ、マイクラの1日って20分くらいらしいもんね。これは、CREDJ3 を真横から見た画像です。高さも奥行きも減って、なんか真横から見ると正方形に近い形に見えますね。CREDJ1 が縦長だったのを考えると、ほんとよくここまで進化したよな。それでは、この CREDJ3 をさっきの CREDJ1 の画像のように、各回路ごとに色分けすると、こんな感じになります。左上から、水色が ALU、オレンジがレジスタ、紫が IO ポート、灰色が命令デコーダー、赤が制御回路カッココントロールユニット、白がロム、黄色がプログラムカウンター、って感じです。CREDJ1 や CREDJ2 と、ほぼ変わっていないんだな。そうね、各回路の配置も、初代から完成形だったのかもね。あ、そうそう、視聴者さんへ、この色分けは、大体なのであまり正確ではありません。かっこ特に制御回路のあたり。とまあ、こんな感じです。では、これにて動画を終わりにしたいと思います。CREDJ3、それは、Java Edition では最終世代の幅 9CPU。 その CPU は 9×27×32 となり、初代の 9×31×55 と比べると体積は 15,345 から 7,776 と約 51% の削減に成功したことになる。ただ、水木氏はベッドロックエディションで本当に最後の幅 9CPU を制作した。その CPU はこの CREDJ3 よりもさらに小型化されたものになるのだった。まあ、その CPU に関しても、近いうちに紹介したいと思っています。では、ご視聴ありがとうございました。